はいはい、どうもペンギンです。キングダムハース2実況プレイ続きやっていきたいと思います。うん。自由研究の題材として七不思議を探しに行こうということで、こいつかな？何の名前やったっけ？名前忘れも、ビンツやったっけ？と一緒に電車に乗りましょうということで、電車、駅に行きたいと思います。で、ボスを、なんか、ニューってついてるんで、で、ボス倒したら、アビリティをいっぱい覚えるんですけど、今、エアリカバリーだけかな？お、なるほど、三角で装備ができるんや。で、まあ、ライブラとリフレクトガード。を覚えたので両方つけておきましょう。ライブラは敵の体力がわかるのかな。うん。リフレクトガードは攻撃を弾けると。とあと、お、チャンピオンベルト、これを捨てるじゃないの。装備しとくってことか。おお、すげえ、 20% とか防御力が5とか出れるようになった。すげえ。じゃあ、駅に向かいましょうか。あれ、ビビア。話しかけれんのか。僕もサイファーみたいに強くなれるよう練習しなくちゃ。サイファー様なら空き地にいるけど、いくら挑戦したって無駄だと思うよ。ここ今サイファー挑んで、なかったら、なんかいいものとかもらえるんやろうか。でもサクサクっと駅まで行きましょうか。これ、この荷物、引っ越しの荷物やん。なかなか七不思議の噂って見つかんないもんだな。ロクサスたちは駅で電車に乗るんだろ？どうするかな？さーて、七不思議への旅立ちですね。あれ？新しい噂は？商店街にはないみたい。お前たちに負けるわけにはいかない。だから俺たちも住宅街へ行く。もう、競争じゃないでしょ？じゃあ今から競争だ。俺とみんなで行こうよ。急げ。あれ、不思議な石段ってここだろ。上りと下りで数が違うんだよな。実はね、バカバカしいオチがあるんだ。どんな？石段を数えたのはライなんだ。もう何度数えても違うんだもんよ。ってね。ってことは数え間違い？さあ、気を取り直して。おお、ほう。何やったっけこれ。数え間違い。一番下のこの踊り場を
入れるか入れんかみたいな。なんかそんなんで確か数え間違いになった気がしますけど。セーブはいいか。七不思議の地図をまとめてあるんだ。迷ったら僕に聞いてね。うごめく荷物。もう一人の自分。トンネルに響くうめき声。壁の向こうの友達。不思議な石段。今ここか。ライの数え間違いみたいだよ。ほんとライらしいよね。誰もいないはずなのに、行き止まりの裏通りから、ボールが飛び出してきたんだって。誰かが、遊び相手を探してるのかな。サンセット住宅街にある、トンネルの中では、不気味なうめき声が聞こえるんだって。もしかしたら幽霊かも。サンセット住宅街の外れにある、空き地でもう一人の自分を見たという人がいて、という人がたくさんいるんだ。調査してみない？サンセットビルにおいて、ある荷物が突然生きてるみたいに動き出すって噂だよと。ティアって、なぜともだ。まあ、とりあえず進んでみっか。この住宅街には七不思議って呼ばれる不思議な噂があるのよ。噂は噂だけど、それでもちょっと気になるわね。車？こういうところとかって上がれるのか。お、上がれる。上がれた。あ、もちろん落ちれんわね。ポーション。トンネルか。トンネル行くか。ここは水路みたいな感じになったのか。いくつものトンネルで繋がってるんだ。子供の頃は怖かったけど、よくトンネルの中で遊んでたな。そこの行き止まりとかトンネルとか怪しい場所はたくさんあるぜ。こっちか。これが、なんかボールが飛んでくるやつやっけ。壁を確かめろ。いってぇ。なるほどね。弾かれるんだね。弾かれるし、弾き返せんだから、痛い。めっちゃ弾かれた。なるほどね。避けろってことか。6冊だったんだ。ボール遊びでもしてたの？ボールが飛び出してきたからびっくりしちゃったよ。そうか。これが七不思議の原因だったんだ。めっちゃ異世界への扉っぽいけど。次はトンネルかな。入ったら危なそうだけど、よし、行きましょう。ビビ？ビビが3人、ビビを倒せ。
この動きは倒せるんか、ほんまに。なんか一撃当てたら消えるんやけど。いって、めっちゃぶっ飛ばされるんやけど。あ、めっちゃ増えた、めっちゃ増えた、めっちゃ増えた、やばいやばいやばい、めっちゃ増えた。これ回復なんかしたくないんだよな。お、倒した。あれ、ロクサス、こんなところで何してるの？あれが本物？ロクサスもこれ？こっそり練習するつもりなんでしょ？いや、そうじゃなくて、さっきビビがいっぱい。え、僕がいっぱい？よくわかんないよ。それじゃあ僕はもう終わったから、ロクサスごゆっくり。謎の声ってビビの掛け声だったんだ。さっきさ、ビビがいっぱいいたんだよ。それで、何でしたっけ、ダスクでしたっけ。終わったら三角になるんですね。もう一人の自分か。空き地に行きましょう、空き地に。空き地。この辺、宝箱とか、ないか。空き地。マップ切り替えるんかな。サンセットヒル、丘か。現在位置がわからんのですよね、この地図。僕の犬はよく勝手にどっか行っちゃうんだよな。今頃どこにいるんだろうな。おっと、ダウンロードが終わった。バイオハザードアンブレラコアでしたっけ。なんかあったんでダウンロードしてみましたけど、あんまりやるつもりはない。上には行ってみた、サンセットビル、夕焼けが。夕焼け見よう、夕焼け。これ、あ、これ荷物のやつか。おー。こう長い線路を見ると、フィッシャーマンズホライズンを思い出しますね。眩しい。画面が眩しいよ。サンセットステーションをかたどったオブジェだ。勝手に動く、ほんまに？袋を捕まえてスタミナを奪え。ん？飛び乗る、ジャンプ、なるほど。飛び乗る、ジャンプ、ジャンプ、くそ。ジャンプ、連打ショットいけるんだね。多分連打ショットいけるよね。 OKあ、
ああ。なんで犬だったのか。ロクサスが袋から出したやつな。これが七不思議の原因だったんだね。あとは空き地か。空き地どこやろ。うん、サンセットヒルの方じゃないのか。一個戻らんといかんね。空き地どこだろうね。ここか。もう一人の自分。この構えって自分か。自分か。そんなに強くないと思う。よし、大丈夫？びっくりした。誰かと思ったら僕が映ってるやつか。もしかしてこれが七不思議の原因？もう一人の腕。なんかさ、調べたら不思議でも何でもないというか。分かってる。何も言わないで。でも次のはすごいよ。なんと6番目の不思議。新ネタ仕入れたぞ。幽霊列車の謎っていうの。それ有名な6番目の不思議だよ。俺は知らなかった。その列車はどこを走ってるんだ。サンセットヒルから見えるんだって。サンセットヒルさっき行ったぜ。戻るか。よし、幽霊列車ね。飛びつく。ああ動いた。お、そういうことか。なるほどね。なんか操作が難しくなったな。よし、じゃあさ、おー、宝箱。ポーションか。噂が本当なら、もうすぐ来るはずだ。その電車には誰も乗っていないのです。運転士、車掌、乗客、誰も乗っていないのです。来年は休みが始まったらすぐにバイトな。まったく暇な奴らだぜ。ここで何をしているんだ。なんだっていいだろ。なんだっていいが、いえ。幽霊列車が通るんだ。幽霊列車が通るんだ。どうしてお前を見ると腹が立つんだろうな。さあな。
運命だろ、多分。運命か。だったら仲良くするか。そういうことには逆らいたくなるぞ。お前、何かに従うことあるのか。サイファ。分かってる。明日だ。来た。オチは実はこうでしたとかそういうオチ。本物ってこと？駅へ行こう。サイファーの声ってワンピースの青生地でしたね。なんか前々回か前回ぐらいで誰やったっけ誰やったっけってずっと中を調べよう思い出してたんですけど、今になってやっと。なんだよ。危ないから。なんで危ないってわかんない。まもなく列車が到着します。戻ろう。海から来た列車、運転手いなかったよな。戻ろうよ。見たよな。さあ、帰ってレポートまとめよう。全部いい加減な噂でしたって。それでもきちんとまとめれば立派なレポートになるよ。七不思議はあと一つ残ってるよな。もういいだろ。俺は行く。ピンツ、勝手にしろ。ロクサス。幽霊屋敷だよ。現在どういうことかよくわからんねんけど、サイファーが出てきてからなんかあんまりこう自分の中でしっくりきてないんですけど。6歳で動かないか。なるほど。もういいだろう。七不思議は解決したんだから。気が済むなら屋敷に一人で行けばいいさ。なんで怒っとんや。壁の穴をくぐって森を抜けたところにある屋敷なんて、確かに幽霊屋敷って感じだけど、あくまで噂なんだからね。なんで怒っとんかわからん。幽霊屋敷マップないんよね。ミニマップしかないんですよね、今。次のストラグルバトルって、そんなに頻繁にやるのか。とりあえず探索。あ、なんか上上がれる。ちょっとワクワクしますよね、こう屋根の上に上がれそうなところって。よく何もなかったか。これか。来た来た。ここを抜ければ、こっちか。この屋敷は明日調べる予定だったんだ。ここが一番怪しいからね。
そうか。サイファーたちも協力してくれるんだ。サイファーが？ハイネが頼んだんだよ。ビンツ、ここの噂は？誰も住んでないはずなのに、2階の窓に女の子の姿が見えるんだって。ロクサス、ナミネ、これは俺、あいつ、アクセルもいる。二人は親友だもの。やめてくれよ。本当の君のこと知りたくない？それなら俺が一番よく知ってる。そうだね。でも、一体何が起こってるんだ？知ってるよね、この人たち。ああ、ソラ、ドナルド、グーフィー、夢に出てくる奴らだ。1年前かな。いろいろあって、私はソラの記憶の鎖をバラバラにしてしまったの。今、それを元に戻しているところ。時間がかかったけど、もうすぐ空の記憶は元通りになる。その影響があなたに出ているのよ。俺の夢のこと？うん、君と空はつながっているの。そして空が完全に元の空に戻るためにはあなたが必要なの。どうして俺なんだ？あなたが空の半分を持っているから。空にはあなたが必要なの。ナミネ？ナミネ、君は何者？空と空につながる人たちの記憶を操る魔女。魔女？リズが私をそう呼んだの。でも、どうしてこんな力を持っているのか、わからない。この力をどう使うのが正しいのかも、わからない。うん、全然わからない。変だな。俺は自分のことを何も知らないって気がしてきた。やっぱり聞かせてくれないか？俺が知らなくて、君が知っていることを。君は本当は存在してはいけないの。いきなりひどいこと言うな。たとえ本当でもひどい。ごめん、やっぱり知らなくてもいいことなのかな。ロクサス、ロクサス。え？何か見えたの？ああ、あの窓、よく見て。がっかり。カーテンが揺れてるだけだね。きっと隙間風が入ってるんだ。この屋敷、結構おんぼろだからね。だな。じゃ、戻ろうか。いつもの場所でハイネたちが待ってるよ。おかえり、どうだった？幽霊屋敷の少女の正体は風に揺れるカーテン。
そんなことだと思って適当にまとめちゃった。やった。ねえ、ハイネのところへ行こう。多分駅だよ。こうして会えるのもあと2日だね。え？夏休みはあと2日でしょ。ああ、うん、明日は町の大捜索だ。明後日は夏祭り。夏休み最後の日。それを言うな。ほら、お腹が痛くなってきた。僕の観察によるとアイスの食べ過ぎだね。なぜあんな電車を見せた。行けなかった海の代わりだ。ふん、少しは気を使っているのか。ところで君はどうだ。記憶の穴が埋まっているのを感じるんだろう。ああ、霧が晴れるようだ。空に関わったもの全てに同じことが起こっているはずだ。結局、空はこの一年留守にしていたみんなの友人ってことになる。そろそろ聞かせてもらおう。あんたの目的は？復讐だ。復讐？さて、仕上げの時間だな。まず、ナミネの始末。立派に役目を果たしたようだから、そろそろ消えてもらおう。あれもまた存在を許されないもの。任せたぞ、アンセム。回復率 97%。 バトレスにやられた世界の破片だよ。アンセムをやっつけたら元に戻るよな。でもさ、そしたら元に戻った世界は離れ離れになっちゃうんだろ。ここにいる俺たちはどうなっちゃうんだ。世界は闇に始まり闇に終わる。心も同じだ。そう、心の真の姿とは闇だ。闇じゃない。心は弱いかもしれない。闇に負ける時だってある。でも闇の奥には光があるんだ。キングダムハーツよ、私に闇の力を。違う。キングダムハーツはどんな闇も消し去ることのできる心、光なんだ。さあ、ソラ、一緒に鍵をかけよう。帰りを頼むぜ。帰り。空。あ、帰り。俺はいつでもそばにいるよ。これからもずっと。必ず絶対帰るから。約束だよ。どうしよう。リフト王様を迎えに行かなきゃ。でも光への扉なんてどこにあるのかな。リフト、それ王様の。お前、王様に会ったのか。行こう。Thank you.
彼に会ってきた。彼は君によく似ている。お前は6日目か。なんか一気にムービーが飛躍したんです。なんか処理が、頭の中の処理が追いつかん。入ったよもう。なあ、おっと、急展開。あ、ロクサスの存在がなくなっていっちゃうんじゃないのこれ。ていうか1年経ったんですね、チェインオブメモリーズから。忘却の城から1年後の世界ってことなんですかね。いや、すげえムービー、ずっとムービーやったね。途中で喋ろうかと思ったけど、なんかこう、世界観を崩したくなくて喋らんかったんですけど、まあそれは言い訳として、その前にムービーを理解することに精一杯やった。最後に出てきた髪の青い黒マント着た男って、リクですかね。なぜお前がキーブレードって言ってるの。まあその辺もストーリーを進めていくと分かっていくんじゃないかなと思います。多分6日目これがラストになるのかな。そろそろ空復活してくれんかなと思いながら、また次回やっていきたいと思います。今日はここまでにしたいと思います。よかったら続きも見てください。ペンギンでした。